体喜ぶチャンネル、こんにちは。お元気ですか？管理栄養士の丸尾和樹です。さあ今日のテーマですね、酵素ドリンクは普段飲んでもいいんですというお話をしたいと思います。まあ、酵素ドリンクというともうイメージとしてですね、あ、ファスティングするためのドリンクでしょというイメージ持ってる方多いと思うんですよ。でもちろんファスティングする上でも酵素ドリンクっていうのは非常に使えるものなんですけど、ただですね、それだけじゃもったいない。実は酵素ドリンクっていうのは普段飲むサプリメントとしても非常におすすめだということなんですね。さあ今日はね、その理由をお話ししていきたいと思うんですけど、結構ね、その普段から酵素ドリンクを健康づくりのためとか美容づくりのために飲んでますよって方多いんですね。で僕も朝ごはん代わりにこう飲んだりしてるんですけど、すごいね、朝からクイッとね、この小さいキャップで原液で飲むと、なんかね、こうエネルギーが湧いてくるというか力が湧いてくるっていうね、その酵素ドリンクを今日ご紹介していきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあ酵素ドリンクですよね。で今日ね、いろいろお話ししていくんですが、これ基本的に僕がね、推奨しているマナ酵素という酵素ドリンクのお話がベースになってくるんですが、ただ別にその酵素ドリンクだけではなくてですね、一般的な酵素ドリンクにも言えることですし、ご自分でね、いろんなそのいい酵素ドリンク、ほんと酵素ドリンクってピンキリなんですよ。もう値段もね、すごいなんか安いものもあれば、まあ、結構値の張るものもあったりするんですけども、ほんと品質もピンキリですし、口コミとかね、芸能人が CM やってるとかも全く当てにならないぐらいですね、品質様々ございますので、まあ、自分でいいのを探したいよっていう方にもね、参考になるかなと思いますので、まあ、ただ基本的には今日、そのマナ酵素っていう僕がおすすめしているドリンクがベースのお話にはなるんですけども、まあ、そこだけね、ご承知おきいただきたいと思います。さあ行きましょう。酵素ドリンク。で、まずこのね、名前なんですよ。ややこしいのが。これね、今まで何百回と、僕ももう何年もね、ファスティングセミナーってやってきたんですけども、そのセミナーでも毎回もう鉄板の質問っていうのがありまして、それがですね、酵素ドリンクって加熱処理してるじゃないですか。っていうことは、酵素死んでると思うんですけど、それって意味あるんですかっていう質問をね、もう何百回と受けてきたんですね。まあ、多分この動画をご覧の方の中にも、そういう方いらっしゃるかもわかりません。いや、だって出荷するときにね、その殺菌のために加熱してるから、酵素死んでるんじゃないのっていう方、結構いるんですけど、これ結論から言うとね、どうでもいいっていう話になるんです。その酵素が生きていようが死んでいようが、その酵素ドリンクの、まあ、効力っていうのかな、その、効果って言っちゃいけないのかな、なんていうの、働きは変わりませんよっていうところからね、これすごい聞かれるので、まあ、せっかくなんでお答えしたいと思うんですけど、まあ、そもそも言うとね、酵素って生き物じゃないので、生きるとか死ぬとかっていう話でもないんですよ。あれはただのタンパク質なので、まあ、機能を失うっていう言葉だったら正しいかなと思うんですけど、このね、酵素ドリンクっていう名前がすごくややこしくて、なんか酵素ドリンクっていうと、あ、酵素が取れるドリンクですね、みたいなね。ありがたい、もう酵素がありがたいドリンクみたいな思ってる方結構いるんですけど、そうじゃないよっていう話なんですよ。で、どういうことかっていうとね、まずそもそも酵素ドリンクって何ですか？どうやって作られるんですかっていうと、まあ、そのマナ酵素の場合は、いろんな野菜だとか果物だとか野草。まあ、多分他の酵素ドリンクも基本的にこういったものが原料になってると思うんですけど、野菜、果物、野草といったもののエキスを、こう出します。まあ、これが液体の状態ですね。いわゆるこう、フルーツジュースみたいな感じですけども、このエキスを出すと。で、このエキスを発酵させます。マナ酵素の場合は1年半ですね。非常に長い期間、大きなタンクでね、僕も工場見学行きましたけども、大きなタンクで1年半ですね、毎日こう、人がかき混ぜてね、作ってるんですけども、発酵させると。で、この過程で発酵させて何が起きてるかっていうとですね、ここに赤い丸で書いてるんですけど、その、まあ、すごいこれ分かりやすくね、書いてるんですが、栄養素の、まあ、粒だと思ってください。最初は、こう、大きい塊をしてるんですね。栄養素の粒っていうのが。で、これが発酵させる過程で、細かくですね、これが分解されて、まあ、こういう、点点点点みたいな、非常に細かいですよね。こんな形で、この栄養素の塊っていうものが、どんどん分解されてですね、発酵によって。で、細かくなってますよっていうのが、この発酵された状態なんですね。で、じゃあ、
このね、大きな塊の栄養素がなぜこんな小さくなるかっていうと、ここで働いてくるのが酵素なんですよ。酵素。そう、酵素によってこのでっかい栄養素の塊が分解されて、小さい栄養素の、まあ、粒になっていくというイメージ。これが発酵なんですね。なので、酵素、ね、酵素ドリンクの酵素っていうのは、ここの働きをしているってことなんです。ね。で、この後、この出来上がったですね、発酵させた、液体ですね、これを、まあ、出荷する上でですね、加熱処理をするんですが、で、この時に酵素ですね、熱には弱いですので、まあ、全部とは言いませんけども、かなりの部分が失活、いわゆる働きを失っている可能性があります。でも、全然 OK って先ほど私申し上げました。なんでかっていうと、酵素の働きは、こっからここなんですよ。もう出番ここなんですね。酵素が大きな栄養素の塊を細かくしてくれました。もうお役目ごめんなんです、この時点で。だから製品化される時に加熱されていても、それは全然問題ないし、そもそも酵素ドリンクって酵素を取る、まあそれも入ってるんだけども、酵素を取るだけのものではないんですよ。だから分かりやすく言うとですね、酵素ドリンクではなくて、酵素で発酵させたドリンクって言った方が分かりやすいかなと思います。なんかね、酵素ドリンクって言うと、酵素が取れるドリンクでしょっていう風に、思いがちなんですけど、まあ、本当の、その醍醐味はそこじゃないよっていうところなんですね。さあ、じゃあですね、この酵素ドリンク、普段使いにもいいですよと申し上げましたが、じゃあ何がいいんですか？まあ、もちろんですね、こういった野菜とか果物、野草に入っているビタミンだとか、ミネラルっていうのが取れますし、今お話ししたように、この栄養のね、成分が低分子化、まあ、つまり分かりやすく言うと細かく分解されているので吸収がいいんですよね。例えばスムージーだとか野菜ジュースだとかいいですよ。それもいいんですけども、それっていうのは栄養素の粒がまだ大きな状態、それを飲むとですね、結局それを消化するっていうのは体なんですね。体の中に入っている消化酵素が分解をしないといけない、つまり体に仕事を与えているわけなんですね。でも、酵素ドリンクだったら、もうその分解するという仕事を酵素たちがやってくれているんですよ。その仕事が終わっているので、細かい状態の栄養素、非常に吸収がいい。だから、例えば朝起きたてってね、なかなかこう朝ごはんね、食べるのも、そのお腹が重くなっちゃうって方ね、それはやっぱりこう、まだ体が起きたばっかりなので、胃腸も温まってない状態、いう時にドカッと食べるとですね、その消化吸収っていうのが非常にこう重労働になってしまう恐れがあるんですね。なので、この酵素ドリンク非常に朝ごはんにもおすすめです。もう朝起きたらまず酵素ドリンクってこれ素晴らしいね、習慣だと思います。それは起きたての体でもしっかり栄養素が吸収しやすい状態で届けてくれる。まあだからファスティングにいいですよっていうのはまさにそれなんですよね。ファスティング中っていうのは体が消化するエネルギーを使いたくないので、その消化という作業がもう終わっているね、酵素が分解してくれているこのドリンクをありがたくいただくという形になってきます。一つ目のポイントがですね、この栄養素の吸収がいいですよというところ。そしてもう一つがですね、菌なんですよ。そう、発酵って言いましたよね。この1年半かけて発酵する。で、様々な原材料を使われています。いろんな野菜、いろんな果物、いろんな野草を混ぜて使っていますので、非常にですね、多様な菌がこの中にはいるんですね。で、マナ酵素の場合はこれを新潟大学と共同研究していましてですね、50種類以上の乳酸菌がここに入っていると。50種類ってすごくないですか？ねえ、なんか巷でこのなんちゃらヨーグルトとかなんちゃらなんちゃら21とかって菌の名前書いてますけども、これ50種類入ってますからね。だからそういうこの菌はこのヨーグルトとかこの菌このヨーグルトっていうもう50種類のねヨーグルトを一緒に飲んでいるみたいな、まあ、ちょっと大げさなこと言ってますけども、まあ、そういったようなイメージですよね。非常に多様で、このね、菌っていろんな種類取った方がいいんですよ。なんかビフィズス菌とかね、なんちゃら菌とか一個だけ取るよりも多様な菌を取った方が腸内環境にいいってことが分かっていますので、菌活にもいいよと、もう抜群ですね。栄養素の吸収もいいし、腸活にもいいよということで、やっぱりこれ普段取る上で非常におすすめです。で、あとですね、まあ、この辺もそのマナ酵素のこだわりになってくるんですけど、そうそう、あの他でね、酵素ドリンク選ぶ際もぜひここ注意していただきたいんですけど、安いのあるんですよ。
もうなんか2000円とか3000円とかね、そんな金額でどうやって作るのって。だって1年半発行させますからね。出荷するまで1年半ですよ。めちゃくちゃコストもね、その手間もかかってるわけじゃないですか。だからそんななかなか安くは作れないんですよね。だから安いのってどうやってるかっていうとね、砂糖水で薄めていますね。だからこのね、原液 100% って書いてますが、 100% じゃないものも結構あります。でこれはもうね、手首のスナップ運動ですね。原材料欄見ていただいて、果糖、ブドウ糖、液糖とかがあったら、あ、これは砂糖水、シロップで薄めてるんだなということですのでね、薄めるとそれだけ栄養成分も薄まっちゃいますよっていうね、そういったまあ砂糖ジュースみたいなものはもう取らない方がマシでございます。その2、3000円あるんだったら、あの調味料変えてくださいね。そっちの方がよっぽど有益だと思いますので、ここはぜひしっかり原液 100% 選んでいただきたい。あとはもう当然っちゃ当然なんですけども、添加物使ってるものね、結構あります。保存料だとか香料だとかね、まあそういったものも取らない方がマシですので、無添加のもの、そして無農薬のもの、あと放射能検査もね、これしっかりしている、マナコースの場合はしっかりしているものになりますので、まあこの辺ぜひね、こだわるって方はその辺もしっかり見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあやっぱりね、あの本物のコースドリンクってそれなりに値段が張ってしまうので、あのあんまりね、無理して使わなくていいんじゃないかなと。まあ前のね、サプリメントの動画でもお話ししたんですけども、まあ余裕があってね、さらに栄養を取りたいよとか、自分の体に投資したいよっていう方はね、本物にぜひ、手を伸ばしてほしいんですけども、ちょっとそこを無理するぐらいなら、さっき言ったみたいに調味料を変えてみるだとか、普段の食事をまず改善する。そっちにお金かける方が絶対いいと思いますので、まあ、あくまでもね、これプラスアルファで考えていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回は酵素ドリンクは普段飲んでもいいですよというお話をさせていただきました。まあ、本当ね、サプリメントとして非常に優秀で、あと結構飲んで美味しいんですよね。まあ、いろんな味はあると思うんですけども、非常にね、マナ酵素も美味しくて、僕も朝からもうカクテルをクイッとね、こう、ショットでいくような感じで、元気注入してますんで、ぜひね、気になる方はお試しいただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回の動画は以上になります。楽しんで見ていただけた方、参考になったなという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。